平野翔、,INZM, MV トレーラー衝撃公開。バイクに乗って失踪する姿に鳥肌。カリスマ性爆発の映像に釘付け家になること間違いなし。平野翔、ガンユータ、神宮寺ユータの絆が光る。最強のチームワークで見せる、感動のストーリー。平野翔が出演する MV トレーラー、し、そのタイトルが示す通り、ファンにとってはまさに、 稲妻のような衝撃をもたたらしたこのトレーラーは、音楽シーンにおいても極めて重要な瞬間を象徴するものとなっている。2024年8月19日0時に解禁されたこの MV は、ファンだけでなく、一般視聴者にまで影響を与え、そのパワフルなビジュアルとメッセージ性で人々の心をつかんだ。平野翔はこの作品で、これまで以上に多面的な魅力を発揮し、 その存在感をさらに高めた。特に、彼がバイクに乗り、躍動感ある姿で視聴者を魅了するシーンは、まるで映画のワンシーンのようなクオリティで、見るものを釘付けけにした。この INZM のトレーラーが公開されるや否や、SNS 上では瞬く間に話題が広がり、多くのファンが興奮の声を上げた。翔くんが出るたびに鳥肌が立つ、といった声や、 彼がバイクに乗るシーンは圧倒的なカリスマ性を放っていると称賛するコメントが多く見られた。特に、平野のバイクシーンは彼の存在感を象徴するものであり、音楽ビデオの中でも彼の象徴的なイメージとして強く記憶に残るものであった。さらに、このトレーラーでは、音楽のリズムとビジュアルが完璧にシンクロし、視覚と聴覚の両方から観客を引き込むような構成がなされている。平野翔がバイクに乗り、 風を切って走るシーンは、自由と解放感を象徴しており、彼自身のキャリアや個性をも表現しているように感じられた。その姿は、単なるアイドルを超え、一人のアーティストとしての成長を示している。そして、この INZM のトレーラーが持つ力は、単にビジュアルだけにとどまらず、その背後に込められたストーリー性やメッセージ性も大きな魅力となっている。特に、平野翔が演じるキャラクターは、 ただのクールな存在ではなく、内面に抱える葛藤や闘志を映し出している。彼がバイクに乗りながら進んでいくシーンは、まるで自分自身の限界に挑戦し、新たな道を切り開いていく姿を象徴しているかのようだ。これにより、ファンだけでなく、同じように困難に立ち向かう多くの人々に共感を呼び起こす力を持っている。実際にこのトレーラーが公開された瞬間、ファンたちはその強烈なインパクトに驚き、 次に何が起こるのかと胸を高鳴らせた。SNS 上では、彼がバイクに乗るシーンを見るたびに、まるで映画の主人公のようだ、といったコメントが相次ぎ、そのカリスマ性とストーリーの引力が絶賛された。また、このトレーラーの公開によって、平野翔が新しいチャレンジを受け入れ、次なるステージに向かって進化しているということが明確に感じられた。トレーラー、詩の象徴的なシーンには、バイクに乗る平野だけでなく、 彼の目の光や鋭い視線も注目を集めた。これらのビジュアルは単にスタイリッシュな演出ではなく彼の内面の強さや決意を映し出しているように感じられる。それは彼がこれまでのキャリアを超えて新しい自分を探求しさらなる高みへと挑戦していることを示唆しているのかもしれない。またこのトレーラーが持つエネルギーは単なるパフォーマンスを超えて 見るものに何か深いメッセージを伝えようとしているようにも感じられる。彼が進む道は容易なものではなく、時には困難や試練が立ちはだかる。しかし、その中で彼は決して後ろを振り返ることなく、ただ前へ進み続ける。この姿は、多くのファンにとって勇気づけられるものであり、彼ら自身の人生にも共通するテーマを見いだすことができるだろう。この INZM のトレーラーが示すのは、 音楽ビデオとしての完成度の高さだけでなく、平野翔という人物が持つ強い意志と、彼が目指す未来への道筋だ。彼がどのような挑戦を受け入れ、それを乗り越えていくのか、その姿をこれからも見続けていきたいと思わせる力が、このトレーラーには込められている。そして、見る者にとってもまた、このトレーラーは彼自身の人生における新たな一歩を踏み出すきっかけとなるかもしれない。その一方で、 ガン・元ユータや神宮寺・ユータも、このトレーラーにおいては重要な役割を果たしている。彼ら2人が平野を支え、共に歩んでいく姿は、まさにグループとしての結束力を象徴している。彼らがそれぞれ異なる個性を持ちながらも、互いに補完し合う関係性は、見る者に強い感動を与え、グループ全体の魅力をさらに引き立てている。そして、これらのメンバーが共に作り上げた INZM の世界は、 ただの音楽ビデオではなく、一つの壮大なストーリーを感じさせる。平野がバイクに乗り進む道の先には、騎士と神宮寺が共に待ち受けており、彼ら3人が合わさることで完全な物語が完成する。その瞬間こそが、この MV の最大の見どころであり、ファンにとっては待ち望んでいた瞬間でもある。彼らのこれからの歩みがどのようなものになるのか、そして、INZM。 というう作品がどのようにしてファンの心をつかみ続けるのかそれは彼ら自身の進化とともに今後も大きな注目を集め続けることだろうそしてこのトレーラーが示す未来への希望と挑戦は音楽業界全体にも大きなインパクトを与え彼らの名がさらに高く広がっていくに違いないそんな彼の魅力が最大限に引き出された INZM は単なる音楽ビデオ以上のものであった それは一つの映画のように、視覚的な美しさと物語性が融合し、見るものを一瞬で引き込むような体験を提供していた。特に、バイクに乗るシーンや、まるで映画のワンシーンのようなショーの姿は、ファンだけでなく、音楽にあまり興味がない人々の心もつかんだ。まさに彼の存在は、その場のすべてを支配し、誰もが彼のカリスマ性に引き寄せられるかのようだった。 ナンバーアンダーラインアイのメンバーである平野翔、耀、ガン・ユータ、神宮寺・ユータは、それぞれが異なる役割を担いながらも、完璧なバランスで楽曲に命を吹き込んでいる。神宮寺は、エンジンのようにグループの基盤を支え、騎手はその上に立てられる構造を組み立てる。そして、平野はその全ての上に乗り、まさにエネルギーそのものを具現化するかのようにパフォーマンスする。彼らの音楽とダンスは、 単なるエンターテインメントを超えて彼ら自身がどれほどの情熱と努力を注ぎ込んできたかを如実に示している。しかし、このリリースは単なるファン向けのイベントではなかった。それは現在の音楽業界全体に影響を与えるものであった。特にファンではない層への浸透が急速に進んでいる。サマーソニックのステージでもナンバーアンダーライン愛はその存在感を示し、多くの新しいファンを獲得した。 彼らの音楽はジャンルの枠を超え、さまざまな年齢層やバックグラウンドを持つ人々に共感を呼び起こしている。その理由は、彼らが一貫して持ち続ける、本物のエネルギーと、情熱である。リリースに向けての期待感が高まる中、多くのファンは SNS でその興奮を共有していた。あるファンは、翔君のバイク姿、言うまでもなく素敵すぎると喜びを表現し、他のファンは、 今夜の MV 解禁が待ちきれないと夜を楽しみにしていた。まさに、ショーの存在感とカリスマ性は瞬く間にネット上で話題となり、彼の新曲がいかに特別であるかを多くの人々に感じさせた。このように、彼らの音楽はただのエンターテインメントではなく、人生の一部となり、多くの人々に勇気と感動を与えている。それは、単に音楽を聴くだけではなく、彼らが届けるメッセージやストーリーに共感し、 事故を投影することができるからだろうこの共感の波はまや止まることなく広がり続けているそして MV のリリース当日多くのファンがその瞬間を待ちわびていた平野翔の圧倒的なパフォーマンスは見る者の心を揺さぶり誰もがその才能に圧倒された彼のバイクシーンや華麗なダンスそして魅力的な眼差しはまさに映画のワンシーンを思わせるものであった 彼の姿は、ただのアイドルではなく、一人のアーティストとしての成熟を感じさせるものであり、その表現力はまさにプロフェッショナルそのものであった。また、元優ユタと神宮寺ユ太タの二人も、彼ら独自の個性を最大限に発揮し、グループ全体のパフォーマンスを支えていた。彼らの強い絆と信頼関係が、ステージ上での一体感を生み出し、それが観客にまで伝わる瞬間は、まさに感動的だった。 そして、それぞれが持つ違う才能が合わさることで、唯一無二の存在感を放つナンバーアンダーライン愛が完成するのである。今回のリリースに関して、ファンからの期待が高まる中、一つの問いが浮かび上がる。それは、この先、彼らはどのような進化を遂げていくのだろうか、というものである。特に、平野翔の今後の展開に注目が集まっている。彼の圧倒的なパフォーマンス力とカリスマ性は、 今後のの活動の中でさらに進化し新たななステージへとと導くことは間違いないだろうしかしそれは彼だけでなく岸と神宮寺の二人がどのように彼と共に成長していくのかという部分にも注目が集まっている彼らが新しい音楽やパフォーマンスを通じてどのように自己を表現し続けるのかそしてどのようにしてファンの心をつかみ続けるのかは今後の音楽業界にとって非常に重要な課題である。 彼らが挑む新しい試みや、未だ見ぬ挑戦が何であるのか、それを知ることができる日は遠くない。音楽業界は常に変化し続けている。特にデジタル化が進む中で、アーティストたちは新しい形での自己表現を模索しなければならない。ナンバーアンダーライン愛は、まさにその変化に適応し、進化していくアーティストの代表であると言えるだろう。彼らの音楽は単なる音ではなく、 映像や物語を通じて人々に新しい感覚と感動を提供し続けている。そして、それが彼らの成功の秘訣であり、今後も変わらず続いていくであろう。最後に、この記事を読んでいるあなたに問いかけたい。あなたにとって音楽とは何か。音楽があなたの人生にどのような影響を与え、どのような感情を引き起こすのだろうか。ナンバー・アンダーラインアイのようなアーティストが届けるメッセージは、 あなた自身の人生の中でどのような位置を占めるのか。